長野県道16号岡谷千野線は、長野県岡谷市から諏訪市を経て、千野市へ至る県道である。長野県岡谷市の本町交差点から、諏訪湖西岸を通って、諏訪市を経て、諏訪大社乗車前などを通過して、千野市の国道20号、中川原交差点へと至る。諏訪湖東岸を通過する国道20号に対して、諏訪湖西岸を通過して、岡谷市中心部から、 地の市街へと至る幹線道路である、通称西街道。起点からすぐの JR の古泉橋付近は一度丸山橋南詰めから南下して岡谷駅方面に右折した後、もう一度鋭角に右折して古泉橋下を通過するというルート設定となっている。以前は丸山橋南詰めは平面交差であったため直接左折することができたが、 この付近の渋滞解消のために丸山橋周辺が改良されたのに伴って立体交差となったため現在のルートへと変更された。諏訪市湖南地区から中須地区にかけては山のふもとの集落内を通過することもあり2車線がようやく確保され歩道が側溝上にかろうじてあるといった区間も少なくない。これに並行する新川沿いにはバイパスとして 市道の新川バイパスが存在するが、大雨の際に、しばしば冠水して通行止めとなることがある。この道路のバイパス機能を高めるため、堤防道路化、及び拡幅工事を進めており、順次県道へと指定されながら、その改良工事が行われている。神宮寺交差点付近はかつて上下線が異なる一方通行であったが、こちらも直線的に対抗できるように改良されている。 従前の終点は国道20号、国道152号、国道299号との交点である、地の市荒井交差点であったが、国道152号の路線変更により、旧国道を編入したため、宮川荒井交差点から中川荒井交差点まで区域が延長された。ありがとうございます。